きげんよう、みつけまです。今日もコーヒートークの続きやっていきたいと思います。日曜日、2020年9月27日、市販の抗変身薬の多くは安全性に疑問符。横顔、モリス・レスター、スラムから華やかな世界へ。この人が猫ちゃんの人の話にかかってくるレスターさんですね。27歳の経理師がベッドの上で殺害、パジャマ姿で首を切断。何があったんだ、ここはフレイヤじゃん。他にも飲むかい。今はいい。これを読み終えたらまた注文する。そうかい、よかった。何読んでんだろうか。なんだろう、真剣。お、べちょべちょだ。あら、アクア、こんなに早くまた会えるなんて。どうもフレイヤさん。どうもエマさん。二人ともどんな感じで？いつもと変わらず。僕は元気だよ。君は？元気です。どうも、そちらは？弾けない。同じこと聞いちゃった。ごめんなさい。気にしないで。マトルは来てますか？今んとこ私とエマだけ。今はあなたも一緒だけど。今夜は誰かと待ち合わせ？いえ、そういうわけでは。もう、ほら、こうやってさ、すぐさ、会いたいからって言えよ。今夜もまたマトルはお店に来るかなって思っただけで。番号は知ってるんでしょ？はい。だったら電話して呼べばいいじゃん。誰かと話したいとき、私はいつもそうする。こう、違う。たまたまね。たまたま会っちゃったっていうのが燃えるんでしょ？ね。それって迷惑じゃないですか？それに他愛のない話ですし。彼女のチームが今日送ってきた質問のことで補足してあげようかなって。その、直接会って。とにかく、何か頼まなきゃです。ごゆっくりどうぞ。いえ、今頼みます。紅茶を一杯、レモンとシナモン入りでお願いします。紅茶と、レモンとシナモン。はい。どうぞ。ロシアンティー。ごちそうさまでした。これって確か一般的にはロシアンティーって呼ばれるんですよね。よく知ってるね。前に聞いたことがあって、ロシアっぽいのはきっと名前だけなんでしょうけど。温まるからシナモン入ってて、温まるからとか？シナモンって温まるのか？適当なこと言うとるか。もともとは地域的に飲まれていたとか。その通り。めっちゃ物知りじゃん。きっとネットのやりすぎでしょうね。フレイヤさんはいつから店に？あなたが昨晩帰ってから帰ってない。あわわわわわ。帰ってください。先に紅茶飲んじゃえば、アクア。ごめんなさい。帰ってないって言いました？冗談だって。あ、びっくりしちゃった。なんで？あ、いけない。気に障ったら謝ります。ただちゃんと休んでください。あなたもです、エマさん。どうか十分睡眠とってくださいね。もちろんだ。宇宙国どうも。ところでアクア。あなたってどこの出身？だってさ、その訛りって、アメリカじゃないよね。はい。海から来ました。それって本物の海、読めない。海です。生まれ育ちました。なんでこの町へ？夢を叶えるためでしょうか？ご家族も一緒に？いえ、移ってきたのは私だけです。訳を聞いても？いろいろ難しいんです。海星人なんだ。特に女性が高等教育を受けるのは。私は運よく奨学金をもらえて、引っ越しまでは考えていませんでしたが、
両親が背中を押してくれたんです。どのくらいこの町に？もう10年になります。両親はよく訪ねてくるの？できません。ビザを取るのってすごく難しくて。そりゃ大変だね。いいんです、連絡はいつも取ってますし、週に一度はビデオチャットしています。兄弟はいるの？もちろんです、海の民ですから。親類縁者を全員集めたら多分シアトルの人口と同じくらいの大家族になります。めっちゃ多い。本当にそんなにたくさん親戚がいるの？覚えらんないね。もちろんいません、ちょっと持っちゃいました。けどうちの祖父の子供とお孫さんを数えたら数百人はいるはずです。すっげー。あなたはフレイヤさん、兄弟はいますか？いるよ。あなたほど多くないけど。弟が一人いる、4歳下の。弟さんもシアトルに？ううん、サンフランシスコに住んでる、実家の近くにね。弟はいい子で、私は反逆児なんだ。ハイテク業界で働きながら週末は父さんの面倒を見てる。優しい弟さんですね。そっか、原稿を書き終えたら両親に会ってこようかな。分かってきな。ぜひそうしてあげてください。後悔先に立たずです。この顔かわいいよね。よし、そうだね。とにかく何か頼もうかな。またエスプレッソかい？うん、いつもの。おーい、マルレンダでできるコーヒー。楽。はい、どうぞ。はい、エスプレッソ。いっか、私の好みにドンピシャ。意外の飲めない。あ、パッパどうもこんばんは。いや、こんばんは。うん、何か飲まれますか？ああ、そうだね。何を頼めばよいのやら。でしたら心が温まる一杯でも？うむ。うむむ。うむむむむ。飲みたいものがございませんか？お好みに合わせてお作りしますよ。だったら、STMJ はご存知かね？すみません、初耳です。なんだっけ？インドネシアのやつ。おう、そりゃついとる。する。トゥラマズジャッヘ。ミルク、卵、ハチミツ、生姜という意味なのだ。承知しました。え、卵なんかあるの？もちろんある。棚には置いてないけど。すべての材料を混ぜ合わせた後で卵を加えるとしよう。そりゃ楽しみだ。はーい。前回なんか多分間違えたんだよね、確か。前回はどうなったんだっけ？ミルク。そう、多分間違えて、順番が違うやでってなったんだよね。で、おそらくこの順番ではない。ミルク、蜂蜜、生姜の順番で入れて間違えたから、ミルク、生姜、蜂蜜の順番だよ、多分。これでできるよ。で、卵入れて。あ、できた！やった！どうぞ。どうぞ。おう、この香り。いろんな記憶が蘇ってくるわい。ちゃんとした STMJ が飲める店をアメリカで見つけるのは至難の業でな。いろんな場所を旅して回ったが、正しい STMJ を作れる店は見つからんかった。ちゃんと順番通りに言わないからだよな。あ、君はそいつを成し遂げた最初のバリスタだ。やったぜ。ダメだよ、近づいちゃダメだよ。すまないが、お嬢さん方に一つ聞いても？ええ、どうぞ。最近の娘さんたちはどういったことが好きなのかね？ああ？君は学生ではないのか？
違いますけど。うわ、ダメだよ、近づいちゃ。あわわ。君はいくつかね？うわ、それって完全に変な親父だし。自分の席へ戻ってくださいます？すまない。怖がらせるつもりはなかった。ねえ、まあ。わしはただ。この変なおっさんって誰？その、あ、僕わからないんだ。初めてのお客さんだし。もっと若者のことを知りたくて。う。ああ、よかった。ジョルジジュンさん。どうかしたか？そこの変なおっさんが私らを口説こうと。どいつだ？この人のことか？そうだけど、声が大きいっての。こちらはレイチェルのお父様だ、フレイヤ。俺に会いたいって言うから、この店で待ち合わせたんだ。え？レイチェルのパパがこんな変なおっさんだったなんて、そりゃ家でもしたくなるわ。皆さん、こちら、ファーロングさん、レイチェルのお父様だ。ファーロングさん、こちらはフレイヤとエマだ。いや、ヘンドリーでよい。先ほどは失礼したね。妙なことをする気はなかった。本当に申し訳ない。ちょっと待って。あなたの名前はヘンドリー・ファーロング？うむ。で、レイチェル・フロレンシアのお父さんなんでしょ？うむ。ファーロングとフロレンシア？なんで名字が違うの？なんか怪しくない？フロレンシアは死んだ妻の名字でね。ごめんなさい。レイチェルはそっちを芸名に選んだのよ。フレイヤー。そうだね。私は小説を書くことにします。お二人でじっくり話し合って。フレイヤーさん、私もご一緒します。逃げた。そんで俺に話ってのは？レイチェルのことだ。君が車で送ってくれたあの晩、あの子は怪しい連中とつるんでなかったか？まあ、一人はちょいと怪しかったが、ちょっと聞こえてるし。私は犯罪者じゃありませんから。ただの冗談だ。娘さんはこのカフェでフレイヤとこちらのエマと喋ってただけさ。危険な目にはあっちゃいねえよ。本当かね？その前はどうかね？おいおい、落ち着けって。大丈夫かい？わしはただ、あの子がどんどん遠くへ行ってしまうような気がして。もはやどうやってあの子に話しかけ、何を話せばよいかもわからん。娘くらいの年頃の子が最近何に夢中なのかも知らんしな。会話するたび喧嘩になってしまう。うちには娘3人がいるがよ、しょっちゅう喧嘩してるぜ。俺が一つ学んだのは、ガキどもには時間と場所を与えてやれ。ただ必要な時にはそばにいてやれ。それかまあ餌で釣んのさ。以前うちの長女と喧嘩してよ。俺とは1週間口を聞かなかった。けどあいつはピザが好きでな。俺は6個の店で娘の好物のピザを買ってきて、テーブルの上にピザを仕掛けた。それから張り込みの時みたく娘が罠にかかるのを待った。で、娘が美味しいペパロニをつまんだ瞬間、俺はさりげなくピザを1枚取って一緒に座ったんだ。あのピザが中を取り持ってくれた。それから娘は喋りっぱなしさ。だが、喧嘩の原因が娘の好きなことにあったらどうする？レイチェルはステージで歌ったり踊ったりするのが好きだ。わしは娘の成功を誇りに思っとる。まだあんなに若いのに。それでも芸能界は厳しい世界での。中の者たちもファンも甘くはない。ねね、それに新しいマネージャーはどうも信用ならん。レイチェルは小さな女の子だ。もしあの子が嫌がらせを受けていたら？ドラッグを共有されたら？何かあったのかい？いや、なんもない、今のところは。わしの直感に過ぎん。この直感が合ってたんだよね、最終的には。
あんたの気にしすぎってことはねえか？わからん。かもしれん。ヘマさん、私はそろそろ失礼しますね。美味しい飲み物ありがとう。はーい。気をつけてー。海に住んでる人ってどこに帰るんだろうか。とにかくよ、別のマネージャーは見つからねえのか。レイチェルはもう18だ。法的には親の許可なく契約を結べる。何度も引退を進めているのだが、その話を持ち出すといつも喧嘩になってしまうのだよ。実際親なんて無力なもんでよ。できることといや、ガキどもを導いてやって必要な時にそばにいてやることぐらいだ。遅かれ早かれガキどもの決断を信じてやるしかなくなっちまう。そん時はあいつらが今まで教わったことを生かして正しい選択をしてくれるよう願うしかねえのさ。だがその選択を誤ったとしたら、そのマネージャーの経歴を調べてやろうか。それであんたの気が済むんならよ、ぜひ頼む。ガラケーで調べられん。わかった。名前は？モリスだ。名字はレスター。モリス・レスターだな。よし。それって今日の新聞に出てたやつか。とにかくまあ何かわかったら連絡するよ。あった、電話だ。電話電話。呼び出しが入った。俺は行くぜ。もっと話がしたかったけどな。近いうちにまた会おうや。俺の番号は知ってるだろ。困ったらいつでも電話してくれ。待ってくれ。お仕事中だからしょうがないよ。大丈夫ですよ。きっとすべてうまく丸く収まります。わしは以前ガールズバンドのマネージャーをしていてな、いろいろひどいことを見てきた。そんなにひどいんですか？ああ、娘が例のアイドルグループに入るって時もわしは最初反対したんだ。だが家内がレイチェルの母親がやらせてあげてと言い、わしは折れた。家内が死んでからレイチェルとどう接したらよいのか。お、帰ってきた。娘はもっと自分の道を極めたいのだろう。わしは一体どうすればよいのだ。自分の道というと、モデル業とかソロ活動とか、アイドルとは全く別の世界だ。あの業界のことには詳しい。しかし状況は変わったのでは？だとしてもいい方に変わったのかどうか。娘さんはアイドルとして生き残った。おまけにグループを卒業してソロデビューも果たした。私には一人前のアーティストのように思えるけど、違うの？娘にはまだ早すぎる。あの子が傷つく姿を見たくない。あの業界には悪い奴らがたくさんいる。娘を食い物にしようって連中がの。あなたはレイチェルのお父さんだし、我が子が心配だってのはわかる。けど娘さんが夢を叶えようとするのを邪魔するのはまずいんじゃない？わしはただ娘のことを思って。それって本当に娘さんのため？彼女はきっと天性のスターなの。しかし娘はほんの子供だ。わしの小さな女の子だ。ぶっちゃけただのただっこみたい。そういうつもりで言ったのでは。娘さんが男でも女でも関係ないって。あなたが態度を改めない限り娘さんはどんどん遠ざかっていく。あなたは業界の大先輩なんだし、娘さんが夢を叶えられるように応援すべきじゃん。そうだそうだ、私も頑固な女の子だった。反抗的なティーンをどう扱ったらいいかアドバイスしてあげようか。そいつはぜひ聞かせてくれ。ちょいと長いしても構わんか。エマ、全然いいよ。ゆっくり話し合ってください。はーい、今回も終わりました。はい、ということで今日も無事閉店したので終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしてます。
バイバーイ。